マーサ21プレゼンツ心動く出会いを。この番組はマーサ21の提供でお送りします。皆さんの心動いたエピソードを伺いました。テーマはマーサ21で夢を語ろうです。800と1500メートルで、インターハイに出場することです。まあ、全国大会に出たいっていうのはもう中学生からで、その中学生の3年生になった時はコロナとかでとかいろいろ怪我とかあったので、それで出れなかったので、やっぱ最後の高校3年生なので、しっかりとやっぱインターハイに出たいと思っています。陸上はタイムとかで出るので、自己ベストとか出た時が一番やっぱ嬉しいというか楽しいです。陸上の 5000m でインターハイに出場することです。ちょうど高校入学するときに、部活動の目標がインターハイ出場っていう目標を決めました。やりきった時の達成感とか、そういうのが魅力ですね。インターハイ優勝するぞ。おう、優しい女医さんになりたいです。テレビでやっていた医者の姿を見て、かっこいいなと思って なりたい。みんなの役に立てる仕事になりたいので、女医にしました。大きくなったら何になりたいですか？消防車。消防車のどんなところがかっこいいですか？足が。大きくなったら何になりたいですか？パトカー。かっこいいから。何がしたいですか？旅行に行きたい。どこに行きたいですか？東京。どうしてですか？いい眺めを見たいから。大きな家に住みたいです。庭に池があるお家に住みたいです。テラスとかも豪華にして、海とかを眺めれるようにしたいです。アメリカの下の方にどっかの国があったと思うので、いろんな国に行けるようにそこに建てたいです。素敵なエピソードありがとうございました。それでは今週の一押し、今回はマーサ東館1階のドトールコーヒーです。一押しは沖縄黒糖小豆ラテわらび餅。人気の定番商品沖縄黒糖ラテをベースに、ホイップクリーム、小豆、黒糖ソースをトッピングしました。この季節おすすめのドリンクです。次回の収録は4月22日土曜日です。皆さんの熱い思いお待ちしています。この番組はマーサ21の提供でお送りしました。